人は、そのタイミングで。Crazy man. Crazy 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 man.で、2日まで京都に山登ったんで、年越しは京都で、ああいいですね、今のうちがいいらしいので、外人がいないんで、京都は招待で営業関係なくうちのホテルで泊まってアップしてくれれば泊まってください。あ、さすが、一泊8万ぐらいのところすごい招待されちゃって、すごい、いやもうそれ断れない、おかげさまで、はい、本当におかげさまで、はい、いや僕関係ないから、もうビヨーンみたいな、そう、ナイスビューでビヨーン、うわー 3D みたいな。だから年末のアップ、そういうベタな話なのになると思うんですけど、全然全然、このホテルめっちゃいいぜみたいな、そう、それライクしてくる。いや俺にも来ねえからって話。スムーピーズの元店長が今オクターブって店やってて、そこでケンセ君のやってる、あ、じゃあ長い付き合い、そうっす、元旦はあの清水で初詣やって、あ、いいですね、いい感じになると思うんですね。これ富岩ね、22万2222キロ、すごい、俺13この間超えた、13万3000、まだあーつ新車さん、いやそのそのね、13万だ、あれ次どうしよう、そう、ロワードも、はい、次どうしたらいいか、そう、いい車だと次の車が思いつかない、はい、そう、壊れてやっと考えるかなぐらい、ね、マセラティかなと思って、あ、いいね、マセラティでもすごいね、ね、いいよね、かっこいい、いいっすかな、いいかな、イタリアに行ってスーツを作って、はい、マセラティで帰りたい、あ、かっこいいよね、あ、それか、もうめっちゃもう紫のラメの、あーね、下品な方ね、なんか、セルシオとかマークエクスとかアメリカでやると、うん、いいと思うけど、日本でその欧米車とヤンキーっぽくなっちゃうっていう、いや、ヤンキーっぽくなっちゃう、そういう相談なんだけど、ヤンキーじゃないの、ヤンキーのつもりじゃない、じゃあまずロバートの夫婦から紫色にしてみようか、あー、熱い、車庫弾パーン、車庫弾して止まってんのに回って、あ、懐かしいね、懐かしい、何か書くかな、次の夫婦の次は、でもまだ調子いい、全然調子いい、すごいね、車検も全然、次何がいいかな、BM の3シリーズの最新のやつかっこいいし、いいよ、あとベンズの CLS とか CLS とか CLS とか、はいはい、S いいね、 CLS、 あ、すごい丸い感じの、あ、そうそう、あ、やっぱケツがかっこいいやつ、やっぱ曲線な感じが好きだった、今の服は俺嫌いでさ、もうボヨンボヨンすぎて、うん、だから日産悔しいけど卒業かも、本当思って、そう、いいけどね、日産何がいいかな、そう、でも風外に乗ったらシーマンって行かないもんね、やっぱね、シーマンはそう、もう一回乗ったんだけど、うん、もうボヨンボヨンそう、柔らかい、全然セルショック結構柔らかい、あー、そうか、うん、同じ感じだと思う、俺もピャーンって好きで、そっか、うん、あ、でもクラウンなくなっちゃうの知ってる、え、クラウンが SUV になっちゃう、クラウン、クラウンセダンなくなっちゃうの知ってると思う、何がある、そう、クラウンがもう何それ、何それえ、クラウンがない日本って何、そう、なくなっちゃう、だから今 SUV とかコンパクトとかが主流だから、もうみんなマゼラティでも SUV 出してるぐらい、ね、そう、ランボギーニもウルス出てるし、ね、そう、クラウンもクラウンが SUV になっちゃう、噂ではちゃんとやってよ、え、じゃあ俺の責任はどうしたらいいのどうしたらいいかな、最終的にクラウンでしょ、まあね、みんなフーガになってても、いつかはクラウン、そう、でもフーガいい車だから、うん、でやっぱスポーティーだし、でも今のフーガ俺嫌いだから、うん、新しいのは5年前ぐらいまでのフーガ、うん、え、それ終わっちゃうの、もう死んでいいんだ、いやいやでもフーガだって5年前だったらまだ新しい車だからね、もうめっちゃいいっすね、めっちゃいいよね、俺だってもう19年前のセレショだもんね、こんなちっちゃくないが
多分紫のラメのマークエキス、マークエキスいいねのパチンと着弾したやつの真ん中に広いストライプが入るやつが乗っちゃいそうで怖いから。乗っちゃいそうで、そうそうそう、あそういうの好きなんだ。あ色好きで、あいいね、もっとマシなやつをすっ、あ、なるほどね、なるほどね。じゃあ、相談してくれたら、車屋の友達を連れていく。OK、うん。ベンツか、うん、いいよね、BMW か、今ね、うん、なんか、濃い、違う、感情が浮かすのが、うん、CLS とか、CS とか、ぐらいしかなくて、でも、日本車乗りたいやつ。ね、日本車乗りたいね。出してくれないかなぁ、どうね。あとは現行の新しいセンチュリー。あ、センチュリーか、センチュリー。ちょっと大きしてる。そんなすごい人じゃないか。いやいやいや、自転車乗ってて次の車はどうするんですかって聞かれるけど、どうするんですか。全然考えてなくて。あ、車検は大丈夫。車検は大丈夫。じゃあ、なんだろう、そうだ、そうだ。マス何やってるんですか。車何やってる。ジャガー、おー、かっけー。ジャガー、イギリス、ジャガー、あれはアメリカの音楽違うんだけど、負けたくないイギリスの音楽。そう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 、シャーレ、なんだっけ、築地の、あー、シャーレ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 、乗ってる。何件と違う、何件と、なんか、あれだ、アステンマーティンとか、いいよね、マゼラティンとか、めちゃめちゃかっこいいな。かっこいいんだけど、行きたくないんだよね、日本車乗るの。まあだから、本当に2台持てればいいね。だったら、これ、もう決まってんだけど、懸命に乗ります。あー、懸命に2台目は懸命に。懸命も高いから。そう、これ、30年前から懸命に好きで、うんうん、あの当時買えばよかったと思う。間違いない。今も無理だよね、懸命に乗る。25年前に駐車場2台借り入れて、車の保険とか2台分払えてたら懸命だったんだね。ほんと、間違いなく、すごいよ。宝石みたいになったね。マンションかよ、箱を使った懸命に言う。すごい、箱を使うより懸命に言う。ケンとメリー、愛のスカイラインで映画あったから。ケンとメリーだね、うん、これケンです。ありがとうございます。どうも、どうも、メリーの弟です。あ乗りましょう。お姉ちゃん連れてきます。あとで、はい、ロンさん、次、もうそんな時間。ノーバートといっぱい喋りました。DJ クワッチソーンはすごくて、あの広角機動隊の音楽とか一曲やってたりとかする。そうなんですか。だからヒップホップの枠をもうね、超えちゃってて。